多分ね、ちょガチで本当にあんまこういうの自分で言わないけど、このメンツだったらうち一番清楚だと思うんだけど。いや待て、まあ、祭りがいっちゃん清楚やけど。いや私ですよ、絶対。いや絶対なあ、みんなうちだよな、絶対に。うちじゃ次この試合終わったらアンケートするわ。オッケー、清楚なのは誰か。まつりちゃんに、その琴音ちゃんってこういう子だよみたいな話してるときに、なんか、まあ、まつりみたいな感じだよって言われたときに、うん、なんかその前になんかちょっと、まあ、清楚じゃないまつりちゃんが出てて、その時、まあ、こんな感じだよ琴音もみたいなの聞いたとき、うちこの二人とやるのかと思って頭抱えたもんね。飲んでよ、ひどくない？だからすごい清楚やで。アンケート結果出たよ。1451票入って1位が祭り 58% 清楚。だからさ、祭りさお前らさ、で2位が、ふまわと 25%。 まあで3位がことね 16%。 なんでやねん、お前らやめ、なんでやねん。おめでとうございます。なんでですか、待って、私のどこが清楚じゃないか、つまりどういうことだってばよ。ちんちん固めだからじゃない？それは私のせいじゃないだろう。祭りのせいでもないけどね。それはお前と、祭り悪くないけどね。アキロゼンタールが悪いんで、ちょっと分かりらないんですよ。やっべーな、まあ、やっべーな。3位に意義はないだって。なんで？3位、琴音が3位なことには意義はないらしい。まあそうだよね。なんでおかしいだろう。え、待って、聞いて。はい。だって、はい、私そんな TNTN なんて言ってないのに、なんかね、大体初見の人が、あ、琴音ちゃんだっていうの。え、なんかいりそう、上。え、くしゃみ。助かる、くしゃみ。あ、くしゃみ。美味しそうなくしゃみだね。いただきます。怖いんだけど。後ろ。一人やりましたが。祭りが扉の前だから十分な範囲が取れず。取った扉の間。